ダブルリーグオールスターお悩み相談室。なんで？これ多分2人にいいかも。スピードを0から100に一気にする方法を教えてほしいですということで、まあ、印象的なのは、自分はやっぱり宮崎選手速い、すごいドリブルからこうトップスピードでレイアップいく印象がある。で、白鞘選手センスセンス、キャロっていうか迷っちゃった。キャロでいいんじゃない？でもこれもキャロでいいよね。キャロで、キャロはあのもう速い印象がある、速いだけど速すぎて自分の足が追いつけずに絡まってこけちゃうみたいな印象がある。速く走るコツじゃないけど、その意識してる部分、意識してる部分、リンボーゆすりやめろって抑えとくわ、抑えとくわ。なんだろうな、なんかある？意識してること、意識してること、腰を落とすとかさ、なんかこう前にこういくとか。あ、私はなんか足を上げるかな。足を上げて、なんかもうとりあえず前に足を出すみたいな、トップスピードに持ってって足を上げて、こう足を前に出す。自分も足首硬いんで、さっき一さんも言ってたように、自分も足首硬い、誰か足首硬いって言った？いや、思ったよね。誰も私の足首硬いって言った。硬いけど足首硬いんで、本当にもうこけてもいいように走ってます。こけたら、命がけでやってんだ。もう前傾線は治らないんで、もう前傾で行こうって感じ。ちゃんとアドバイスしなかったですね。まあでも膝をね、こう上げる、足上げて、ちょっとあの前かがみで行くといいと、トップスピードになって、かつそのまま転べる。なるほどね。じゃあ2つ目いきます。2つ目、あ、これ面白いかもしれない。フリースローを打ってる時何か考えてますか？あ、もうこれはリツさんじゃない？基本は特に考えない、もう普通にいつも通り打つ、でも1本目落とすと、次落としたらやばいなっていうのがある。マジ？ある。え、でもさ、それ普通の時にその気持ちなんだよ。競ってる時にそれになる。あ、普通の時で全然、普通の時でなる。全然そんな感じないわ。入って、あ、よかった。で、2本落とすとやっぱさ、観客からさ、はぁーこのため息がさ来るから、はぁーってなっちゃうからさ、2本も入ったらよかったと思って、あ、そういうことね。外す、うわーってなって、次のフリースローも全部影響で。でもね、オリンピック何度も経験してる人でもこうやってなるって、なんかね、すごいね。だからみんな、あの、勇気持って、こういう人たちでも緊張するから、どう？私、フリースロー何も考えない。考えたら終わるから、とりあえずあのセットとかもない。なるほどね。あの、みんなちゃんとワンハンドの人とかはこうやってセットして、ゆっくりこうやって打つけど、私の場合は2だし、そんななんかセットすることがないから、審判は私ぐらいですぐ入って言った。うわー、なるほどね。すごいって言って、あので、落ちそうな時にうわーって言って結構入ることが多いから声でコントロールしてる。気持ちだよね。気持ち、入れーみたいな。そう、いつだって雑草だもし。自分は打たないです。あ、え？フリースロー？フリースロー、はい。でもなんかこけてるイメージあるんで、なんかこう結構、みたいな。逆に、あ、そうですね、相手がフリースローの時にこう出ちゃう、早く出ちゃう。気持ちが、気持ちが出てやばいって言って、いつもピピってやって怒られます。逆にフリースローのルーティンみたいなある？あ、もう一緒です。あ、そうなんだ。もらったら打つ。たまにちょっとこう当たっちゃった。それは自虐すぎる。すごい。しかもそれ誰にも見られんし、それは自分だけが分かる感覚だもんね。当たったみたいな。で、言い訳もできないから、あ、すいません。どういうまとめ方したらいいの？それ本当に。まあでも自分のリズムを見つけるっていうのは大事だよね。そう、自分のリズムを見つけて落ち着かせて打ってください。まあ、じゃあこれからこれいきますわ。あれあれあれ、どこ行ったの？あ、ありましたありました。じゃあ行きますよ、彼氏がシャイで悩んでます。彼氏がシャイで悩んでま す。でもその人を好きになったんだから、それも含めていいんじゃないかな、だからなんかシャイなんだったらね、普通にこうやって、私のこと好き
聞いてね、なんかね、うんとかもらったらね、で向こうから来ることはなさそうだから、なんか彼氏がシャイで悩んでますだから、うんうん、あだからもうそれを求めてるんじゃない、そうそうそう、あそういうことね、うん、だからもう自分から聞きに行ったらいいのにね、あ、ちょっと好きどこら辺がみたいな、どう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 、彼氏がシャイです、彼氏がシャイだったら、あのどうするんですかね。ちょっと待ってください。やばい。全然さっきも始まる前に、はい、私恋愛の話も無理や。この話しかできない。猫がシャイだったら、シャイの猫ちゃんだったら、うん、自分はもう振り向かしたくてめっちゃ喋りかけます。もう返答が欲しいからめっちゃ構っちゃうから。うんって言われたら。うんって言われても。もうみたいな。なんか積極的に行くってことが大事ですね。ねじゃあ自分が、ね、これ、うん、だから相手がシャイだからって言って遠慮するんじゃなくて、そう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 、自分が積極的に行くと。だってリーチさんもね、あの結構シャイ、みんなの前でなんかシャイに見せていく、ね、私積極的に行くじゃん。そうだね。ね、うざいね。うざいねって思っちゃう人もいるからな。ちょっと難しいところだな。まあ、それだったら関係性やっぱ続かないから。あ、そう、確かに確かに。ね、それで、うん、こう。ね、お互いがいいなと思ったらより愛が深まっていくと思うからね、うんうんうん、それでまあできなかったらもう別れよ、うん、そうだね、それ、うん、次に進みましょう、次に進む、次はね、陽気な人と、そう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 、で逆にね、嫌になって自分がシャイになっちゃう、そうそうそうじゃあこれはいいんじゃない、はい、私はよく感情表現が下手と言われます、どうしたら表情豊かになれますか、感情表現豊かな二人。うちどっちかっていうと減ったっていうか、あんまりしない。自分も見せてないだけです。感情表現豊かだからね。だからこの人がどういう下手かわかんないけど、うん、自分は人見知りな部分とかがあって、うん、あんまりうまく表現できないっていうのがあるけど、でもその恥ずかしさって自分だけが思ってて人は何も思ってないから、うん、素があるんだったらどんどん普通に出していった方がなんか楽しいって私は思います、うん、でそれがあの感情表現が下手なのが悪いんじゃなくて、それは別にあの個性であって、うん、いい部分もたくさんあるので、そこはなんかこうどうしようって悩まずに、それもそれで人としてすごく魅力的な部分であるよっていうのは伝えた前提で表現、うん、恥ずかしいのであればそれは少しずつ解放していっていいかなと思います、うん、どうです、そう思います。でも周りの人たちが結構それを分かってくれる、そういうのをやるようになったら分かってくれるし、それでもなんか喋ってもあちょっとなんか人見知りなのかなと思ったら空気読んで、うん、あのちゃんと距離取ってくれる人とかもいるから、確かにね、なんか結構普通にさっきリツさんが言ったみたいにもう前面に出しちゃって、でそこになんか来てくれる人は来てくれるし、会わない人たちは会わない人で、まあ、別に関わらないから、うん、なんか全然それで OK なのかなって私も思っちゃいます。そうですね、キャロさんどうですか。そうですね、自分も言葉にするのは苦手なんで、あの逆にみんなが自分の、表情を見て声かけてくれたりとか、逆に自分はそうされてる側なので、うん、周りの人に今ちょっと相談とか助けてもらうのもありなんじゃないかなって、はい、思います。あった？30歳女、うん、バスケ始めたいのですがどうしたらいいですか。あー、なるほどね。コミュニティが分かんないけど、まずボールを買ってみる、うんうん、まあ、現実的なことを考えちゃうとね、あんま外でボールつけなかったりするのかなとか思っちゃうけど、代々木に行ったらいいんじゃないですか。あ、まあ、東京の人じゃないか。確かに確かに。そっか、そこまで考えてなかった。名古屋かもしれないしね。でも意外と知らないだけで探してみると、自分の近くでバスケやってたり、うん、自分の知ってる人、知ってるそういうバスケクラブみたいなところ、本当に小さい子から60代の人とかまで一緒にやってるところって結構あるから、うん、そういう地域での体育館でやってるとこもあったりするから、うん、素人の人も本当たくさんいるから、そういったところに、まあ、勇気がいると思うけど入らせてもらったりとか、なんかドリブルついてみたりとか、うん、全然別に何歳になってね始めてもいいものだと思うんで、うん、ここはなんか嬉しいなって純粋に思います、うん、ね、30歳になっても、うん、なんかそうやって好きなこと見つけれるってすごいいいよね、うん、キャロどう。自分はもうすぐ30になるんですけ ど、 なるほど、ね、最近はちょっとフットサルをやってます。どこで。あの近くになんかその施設があって、うん、まあ、予約したら
このまあビギナーコースみたいな、うん、あの素人、うん、でも入れるところに行ってちょっと違うスポーツもやってみようかなっていうので楽しい楽しいけど難しいです、うん、やっぱりそうなんだ。だから大人でもそういうのができるものってバスケでも多分あると思うよね、うん、やっぱリッチさんがやっぱそういうね30歳とかでもできるようなそういうスクールみたいなの作ってくれたらねやっぱいろんな人たち来ると思うんで、もう殺到ですね。ぜひよろしくお願いします。頑張ります。やば、じゃあもうこれでいこう。うん、利き手じゃない方の非利き手のスキルはどうやったら向上しましたか。例えばレイアップとかです。どう皆さん。右利き？右。あ。左手はどう？使う？全然使わない。正直。正直やっぱこの29年間。右だけでも違う。このダブルリーグに入ってきてももう右しかやらない。もう右の左も練習したことある？うん、あるけど、うん、やっぱひどいよね。いや本当に皆さんに見せれないほどひどいから、やっぱりあの苦手な方じゃなくてやっぱ得意な方を伸ばしちゃう、うん、もう伸ばしちゃいましたね。なるほどね。もう諦めたと左手は、うん、諦めたけど、まあでもちょっとやっぱハンドリングとか左右差がちょっとありすぎると良くないんで、うん、まあ、ドリブル練習とかワークアウトの時にちょっとやるけど、うん、まあ、やっとちょっとずつ左手パスがあの片手で飛ばせるようになったかなぐらいですね。自分もまあ、あのずっと右なんですけど、うん、高校の時は左手で食べなさいっていう、ね、はい、あれは結構ちょっとはよかった。いや本当？そう信じてます。私も苦手だね。まあ、最低限は練習するよね。例えばトップでやってる人たちはいろんなことできるわけじゃないっていうのはもう認識してほしい、うん、私たちにも苦手なものとかできないものあるけど、うん、でもやっぱ得意なことを伸ばしていくから特化されていったりだとかあのしていると思うので、苦手なことが全くできないわけじゃないし練習もするけど、うん、まあ、得意なところを自分の強みにしている人は多いかなと思うので、うん、まあ、練習はしつつ得意な方でこう伸ばしていってほしいなと思います、うん、はい、こんな感じで皆さん参考になりましたか？参考になったと思います。皆さんたくさんの質問ありがとうございました。またダブルリーグの会場でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。